ヒックちゃんどうしたの？何に飽きたの？ヒックね、お金稼ぎに飽きちゃった。どうよりも実際は丸石集めに飽きたって言った方が正解かも。あ、そういうことね。確かに丸石集めって単調だからね。うん、そうなの。お金稼ぎバトルで勝ちたいっていうのはあるんだけど、振るわないにしてもずっと丸石を集めてるの疲れたの。でもここまで20日過ごしてきた中で、やっぱり丸石は最重要アイテムじゃないですか？この企画と丸石は切っても切り離せない気がするんですけど。確かにそうかもしれない。でもヒックちょっと考えがあるの。ヒックちゃんに、考え、だと？驚きすぎやろ。昨日の動画で子供ゾンビに襲われたじゃない？それでヒックスと思ったのよね。ネザーにもモンスター湧くんじゃね？あ、確かにこの世界のネザーはほぼ何もないに等しかったけど、こっちの世界と同じで、足場を拡張していったらモブが湧く可能性はあるわね。そうでしょ？だからここからはネザーのモブからのドロップで稼ぐ。そうヒックは、丸石クラッシャーヒックから、モブハンターヒックに生まれ変わるのよ。いやネーミングダサいな。モブハンターヒック？かっこいい。あ、ここには刺さってた。と言いつつヒックちゃん、早速丸石クラッシャーに戻ってるけどこれからどうするの？まずはネザーのモブと戦うための装備を整えないとね。今まで戦うということを完全に無視してきたから、防具も剣も何も作ってないのよ。だから不本意だけど最初は装備を整えるための鉱石集めをしないといけないかな。あとはネザーのフロア拡張用の足場も必要よね。なるほどね。ヒックちゃん的に装備の目安とかあるの？うん、個人的には防具は鉄装備一式、剣はできることならダイヤ剣が欲しいわね。あとピグリンが出た時のために、金の足ぐらいは作っておきたいかも。いや、かなり現実的な装備構成じゃない。ヒックちゃんどうしちゃったの？かなり冷静に計画立ててるじゃない。言ったでしょ？ヒックはモブハンターヒックになったのよ。戦うための計画なら完璧に立てられるんだから。前回チョンボしまくったからな。まあそれでやっとプラマイゼロくらいだな。厳しすぎるんですけど。落下死でダイヤのハンマーをなくしちゃったのが響いてるわ。効率がかなり悪くなっちゃってる。鉄をハンマーに使うのはちょっともったいないし、ほんとこの生活鉱石の価値が高すぎるのよね。とりあえず効率を考えたら、ダイヤの剣は欲しいところですよね。そうね。まあ剣だとダイヤは2つだけでいいから、防具と足場を集めている間になんとかなりそうな気もするけど。これはなかなか幸先がいいですね。ということで結構集まったわよ。お、結局ダイヤは3個も手に入ったんだな。そうなの。でも逆に金インゴットが1つ足りなくて、金防具が作れないのよね。金ブーツまであと1個ですし、このままもうちょっと集めたらいいんじゃないですか？もう22日目のお昼になってるから、なるべく素材集めの時間は減らしたいのよね。金防具なしでどうにもならないようならその時考えるわ。なるほど。松明を多めに作って、銅のヘルメット、鉄のチェストプレート、鉄のレギンス、鉄のブーツを作って、ネザー突撃セットの完成だー。お、それらしい装備になったじゃないか。これでネザーでもバッチリ戦えるわね。問題はどんなモブが湧くかですよね。そうね、ドロップ自体が渋かったらネザーに一体意味が何もないもんね。大丈夫大丈夫、だってネザーよ、金銀財宝をドロップしまくるに決まってるじゃない。ネザーに夢見すぎだろ。まあいいわ、行ってみたらわかるのよ。それじゃあネザーにゴー。何が待ち受けているのか楽しみですよね。ここからヒックの大冒険が始まるんだわ。お、着いたなネザー。まずはこの足場を広げていかないといけないわね。よし、まずは簡単な拠点作りだ。このネザーゲートの周りを囲って簡単な拠点を作ってここを活動の中心にするわ。なるべくメインの島との行き来が簡単にできるようにしておきたいもんね。確かにそうですね。物資が必要な時に集めに行かないといけませんし、ネザーゲートの使用頻度はかなり高そうですもんね。よし、ここにドアをつけて、安全な拠点はこれで確保できたかな。あとはこのドアの先の足場を伸ばしていって、その先にモブがちゃんと湧いてくれたらいいんだけど。モブの攻撃を受けて、ノックバックで落下し、これが一番最悪よね。足場はそれなりの広さを確保しておいた方がいいかもよ。うん、そうね。それにやっぱり木の柵も必要かな。よし、こんな感じでどうかな。敵をおびき寄せて拠点に逃げ込んで、高所に上がって一方的に攻撃する。あ、見て見て、モブがしっかり湧いてるわよ。やったわ。やっとモブハンターシックの力を見せることができる。モブハンターシックが不思議とかっこよく聞こえてきた。これはあの中立さんね。やっぱりいきなり襲われたりということはなさそうね。ダイマンなら勝てる？え？シックちゃん大丈夫ですか？大丈夫、今試してるだけだから。戦い方を確立するまではまだ装備は外しておいてあるのよ。シックちゃんが意外と慎重派なんですけど。あら、シックはいつも慎重よ。ただちょっとおっちょこちょいなだけなんだから。これが致命的なんだよな。こうやってモブを引き寄せて、この拠点に逃げ込んでドアを閉める。よし、これで入っては来れないわね。ここに置いてある装備で倒してあげるわ。よし、装備完了。ここに作った段差から拠点の上に上がって、有利位置から一方的に攻撃をして倒す。あ、やばい、外側ちょっと屋根みたいに出っ張らせたから、上からモブが見えなくなっちゃってる。ちょっとここは壊しておいた方が良さそうね。あ、ドアの真上も壊さないとダメか。まあ2段あったらなんとかなるでしょ。いや、そこ届くんかい。あ、危ない。でもなんとか倒せた。ちょっとその戦い方じゃ結構厳しそうじゃない？そうね、ちょっと改善が必要かも。どう
しようかな。とりあえずこの状態でやれるだけやってみるわ。ここで敵を引きつけて、あ、だね、ちょっと食らっちゃった。このゾンビピックマン結構攻撃痛いわ。危ない、引っかかった。よし、ギリギリドアを閉めれたわ。いや、かなり際どかったですね。閉める時にも一発もらってましたよ。ドアを閉められなかったら即あの世行き。それくらい危ない橋を渡ってるわね。ドアの前に集まったモブはこうやって拠点の中から安全にさばけるのよね。クスクスク、あなたたちは攻撃できないでしょ。キックの不満の前に手も足も出ないようね。でもシックちゃん、ドアの前のモブがさばけてないわよ。やっぱり上のブロック壊さないとダメじゃない。うん、でもそのブロック壊すと攻撃されるしな。あ、そうだ、一瞬ドアを開けて攻撃さ。やばい、これじゃあシックちゃんの不満の敗北。うん、ダメか。ちょっと考え直さないとな。装備だけ回収して拠点で作戦を練りますか。ピックマンがリスキルに来てるんですけど。いや、こっち丸腰なんです。当てたよ、ならクループ。もうこれなんとかして。あれ、ゾンビピックマンどこ行ったの。あ、シックちゃんのデスドロップがこんなところに。あれ、ネザーで倒されてもこっちの世界にアイテムが落ちるの。ネザーゲートの近くだとそうなるのかな。とにかくピックマンもういなさそうだし、装備も回収できてよかったわ。あれ、でもチェストプレートとヘルメットがない。残りはネザーにあるんじゃないですか。微妙にゲートから離れたものはあっちにありそうですね。あ、確かにそうかも。やっぱりこっちにも落ちてたわ。とりあえず回収してと。ゾンビピックマン近海を落とすのね。これもっと効率よくバシバシ倒せるようになったらかなりお金稼ぎとして効率がいいんじゃない。確かにそうね。金塊って9個でインゴットになるのよね。そう考えたらかなりいい稼ぎ方を見つけたんじゃないかしら。あとはどう効率よく安全にたくさん狩るか、この辺に全てかかってますね。うん、どうしようかな。例えばこうやって道を塞いじゃうとか。あ、フェンスね。確かフェンス高さ 1.5 段判定だから、これだとピックマンもこっちには来れないわね。でもそれじゃあシックちゃんも向こうには行けないわよ。うん、そうなのよね。フェンスゲートつけないといけないかな。ということで考えた結果こうなりました。お、やっぱりフェンスゲートにしたんだな。そう、それでここにピックマンを貯めて柵の中から安全に攻撃して倒す。あ、あまり近づきすぎたら危険なのね。しっかりと攻撃の当てられるギリギリのところで攻撃したら大丈夫そうですね。その通路側の柵も必要なのか。攻撃した時のノックバックで落ちちゃうことがあるのよね。ピップマンの落下防止のための策ね。なるほど。基本的な流れとしてはこのゲートを開けて敵の方に走っていく。ある程度引きつけて逃げて帰ってきて、このゲートを閉めてピップマンを貯める。これ閉め損なったらその瞬間死が待ってるな。あとは安全な場所から攻撃だけね。あ、危ない。まさかあんなところからよじ登ってくるなんて。ノックバックしてちょうど柵に乗っちゃった感じなのかな。ピップマンもジャンプして攻撃してきますので、ジャンプ中のノックバックでさらに高くまで飛んでるのかもしれませんね。ふふふふ、かわいいわね。そうちょんちょんしててもこっちには来れないわよ。エガストはいたんですけど。いやー、拠点が燃えてるー。おい、シックちゃん早く消さないと、木材部分が全部なくなってしまうぞ。どうしよう。どうやって消せばいい。火が燃え移った。水はどこ。シックちゃんゲートよ。ゲートで元の世界に戻るの。は、それだ。ネザーでは燃えない素材で建築をしないといけないと思い知りました。ということで大絶賛丸石集め中なんですね。そういうこと。拠点ごと焼かれたらたまったもんじゃないもんね。そういえばモブが湧く場所も木材だけど、それも張り替えるの。いや、それは張り替えるの大変だし、燃やされてから石で修復したらいいかなって。まあその方が効率がいいでしょうね。いや、まだ燃えてるんですけど、これどうしたらいいの。シックちゃん、どうやら炎は攻撃したら消えるみたいだぞ。あ、そうなの。よし、こっちの通路もある程度張り替えたわ。これでガストとも安心して戦えますね。正直戦いたくないんだけど、シックピップマンだけでいいわ。それにしてもこのピップマン狩りかなり美味しいわ。金塊は高確率でドロップするし、金のインゴットもたまに落とすのよね。耐久力が削れていてほぼほぼ金額はつかないが、金の剣も高確率で落とすんだよな。お金で剣でいっぱいだわ。デカ出たわね、ガスト。シックのピップマン狩りを邪魔してよくも拠点を燃やしてくれたわね。ここであったが100年目。絶対にこの手で倒してやるんだから。いけー。よくやったわ。このスカイブロックお金稼ぎバトルでも、ガスト打ち取ったりよ。おう、やったじゃねえか。あとは時間いっぱいまでとにかくピップマンを狩りまくるだけだな。そうね、シック頑張る。でもこれも同じことの繰り返しだけど、これはシックちゃん飽きないの？うん、これは飽きないわね。確かに同じことの繰り返しなんだけど、やっぱり気を抜いたらやられるっていうのもあって、程よい緊張感を持続しながらできる感じね。それに敵を倒すのは純粋に楽しいしね。なるほど、さすがモブハンターシック。モブ狩りが転職ということね。そうなの。もはやモブハンターシックと言わせたいだけです。さあ、そろそろ日付が変わるわ。最終日はシック何もしないって決めてるの。え、何もしないんですか。僅差で負けたら悔しくないですか。うん、負けるのは悔しいけど、ここまで一生懸命頑張ってきたんだもん。最終日くらいはゆっくり過ごしてもいいでしょ。頑張った自分へのご褒美よ。まあ確かに頑張ってきたもんね。初心者ながらよく頑張ったと思うわ。最初の10日間では振る息を作って砂利を振るうことの可能性に気づいたのよね。次の10日間では振るうことのポテンシャルを確信しながらも、それに抗うために必死にレバーを作ったんだったよな。そして最後の10日間はお金稼ぎ生活に刺激を求めてネザーで生きることを選択したのよね。シックちゃん、本当によく頑張りましたね。ちょっと日付の表記はバグってますけど、泣いても笑ってもこれで最終日ですね。さあ、換金できるアイテムは全部出荷箱に入れたわ。貯金も全部下ろして、今の手持ちは12万4000円くらいね。この時間が19時になった時に全てのアイテムが
このお金稼ぎバトルの成績がこれで決まるのね。あ、19時になるんだぜ。しっこちゃんの金額は一体いくらになるんだろうな。あ、26万3000円追加されて、しっこちゃんの成績は38万7000円になりました。すごいじゃない、最後の12期間でかなり稼ぐことができたわね。ふふふふ、そうでしょ。こうしてしっこちゃんの1ヶ月間お金稼ぎ生活は幕を下ろします。しっこちゃんがセブンさんに勝つことができたのか、今日セブンさんの最終日動画も上がるので、結果はそちらを見比べて確認してみてください。最初に勝敗を予想してくれた人たちは、予想通りの結果になったかな？あ、めちゃくちゃ楽しかった。一緒に遊んでくれたセブンさん、本当にありがとうございました。また一緒に遊んでくれると嬉しいです。あれ、しっこちゃんお金をまた貯金箱に入れて何をしようとしてるんですか？え、だってやっとお金稼ぎから解放されたんだもん。となるとやるべきことは一つだけよね。まさかしっこちゃん、やめろ、やめるんだ。自分のことをもっと大事にしないと。いいのいいの、しっこはずっとうずうずしてたんだから、必死に頑張って